どうも、ギフライター友です。ワンピースカードゲームに初のパワー6000、ライフ6のリーダー、エドワード・ニューゲートの登場が決まりました。パワー6000のリーダーってことで、また新たなデッキタイプがね、増えてくるんじゃないでしょうか。で、しかもこれ効果が、自分のターン終了時、自分のライフの上から1枚を手札に加える。ということで、6ターン経った時にはもう勝手にライフが0になるっていう、っていう感じなんですけど、同時に発表されてるキャラカードの白ひげ、登場時には効果で自分のライフを手札に加えれないっていうのがあるので、なんとか9コストさっさと貯めて白ひげ出せればちょっと延命もできるし、 SNS で考察されてたのが、じゃあ不死鳥のマルコはライフ回復の効果を持ってるんじゃないのっていうので考察されてましたね。僕の予想は、自分のリーダーが特徴白ひげ海賊団であれば登場時にライフ1回復するとか、なんかそんなような効果になるんじゃないかなって勝手に予想してます。もうこの頂上決戦ね、むちゃくちゃ楽しみなんで、開封動画もねぜひ撮りたいんですけど、ワンピースカードゲームはね、まずはパック買えるかどうかからが勝負なんでまあその辺の争奪戦も勝ち取っていきたいなと思います。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。